ご覧ください。どうぞ。ということで改めましてハロープロジェクト25周年須藤真麻夏焼き宮城熊井ゆりな FC イベントベビーズ工房 3.3 ナインティーズにお越しくださり皆さん誠にありがとうございます。ということでベビーズ工房19周年おめでとうございます。ですごいたくさんの方来てくださって、いやびっくりした、ね、本当にありがとうございます。1回目も聞いてね、大成功、ありがとうございました。ありがとうございます。まーちゃん待ってるよ、2回目も頑張ります早く来てまーちゃん1回2公演目の分のリハはこれで、すみません、お願いします。お願いします。どうだよ、行ってきます。1分後ぐらいに行っちゃうよ。行ってきます。合流しました。誰からの合流しました。合流しました。行ってきます。まだよくまちゃん、はい行こう、はい行こう、さあということで本日はハロープロジェクト25周年須藤真麻夏焼き宮城くんはユリナ FC イベントベビーズ工房 3.3 ナインティーズにお越しくださり誠にありがとうございます。夏ちゃんだよね、ぬやつきざなやつ、わーわー、いろいろ出会い僕が育つ、おーやー夏ちゃん、成長を広め自分だ、わーわー、世界みんなでピース立ち上がれ。お疲れ様でした。暑いよ、すごい暑かった。いい暑いだね。ベリーズ工房 3.3 ナインティース終わりました。イエーイ、ありがとうございます。たくさんの方がね、来てくれて本当に嬉しかったです、ありがとうございます。19年なんだね。あっという間だね、本当に、もうラストの10代だよ、うちらベリーズ工房ね。ベリーズ工房ね、一瞬考えちゃった。まだ10代って言われて、ベリーズ工房、ごめんね、ごめんね、紛らわしかったね、ベリーズ工房がね。そうだね、まあ1回目の公演はまーちゃんが舞台だったためにね、私とくまいちゃんの2人での公演だったんですけど、やっぱね、ちょっと不安だったよ、やっぱ言い方よ、でもほらやっぱ安心感あるね、あるね。でもね、楽しくね、そう、楽しそう。二人のトーク見たかったな。でも多分、ミヤがずっと喋ってる。いや、そんなことないよ。くまいちゃん喋ったの？くまいちゃんも結構喋ってる。ちょこちょこ喋ってる。ちょこちょこ、危ない危ない、画面から消える。危ない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 、いなきゃダメだよ。そうちょこちょこ喋ってる。でもなんかね、実はね、私とくまいちゃんで二人でイベントやるっていうのが初めてだったね。意外と初めてだった。そう、だからなんかすごい新鮮な感じで、ずっと一緒にいたんだけど、なんか今日は今日でなんかすごく記念になったのね。そう、なんかいい機会だったよね。そう、いい機会だった。
しかも今回はさ、ハロープロジェクト25周年ということでさ、ね、あの映像で、ね、現役メンバーの子がたくさん登場してくださってね、うんうん、ありがとうございます、ね、愛のあるコメントをね、くれて本当にありがとうございます。なんかさ、事前にそれこそほら、福ちゃんコメント出してくれてさ、うん、で事前にその連絡が来て、うん、あのいっぱい語っちゃいましたみたいな、うん、かわいい。だからじゃあ本番であのその聞くから楽しみにしてるニュースしたら、すんごい早送りされる、うん、そうなんよね、ちゃんの、もうね、福ちゃんのコメントはね、もうすごい一人だけ長くて、うん、そう、あの1回目も2回目も3回目も多分ね、もうブルブルって入れ込めなかったからね、うんうん、そうそうそう、あとでちゃんとあの全部聞きたいよね、フルサイズのやつを、フルサイズはね、そう見せてもらおう、うん、そうそうそう、ね、いやでもやっぱ3人で集まるのも楽しいなと思ったし、うんうん、なんかこういうなんていうの、まあ、トークがメインのイベントってさ、うん、まだやったことなかったからね、うん、そう、なんか楽しすぎてもうまた絶対やりたいっていう風に思ったので、うんね、その機会があった時はね、ぜひ皆さんもまた会いに来てほしいなっていう風に思いました。お願いします、うん、まあ、19周年に、まあ、なりましたが、うん、来年はうちら20周年迎えるので、はい、まあこの1年の間でもね、また3人でね、イベントとかできたらいいなと思っておりますので、皆様何卒何卒これからも3人のご縁していただけたらなと思います。よろしくお願いします。以上、ベリー工房でした。